完璧じゃないやつはいらないと思って捨てちゃったりとかしてたんですよ確か。それ私は結構ドキンとして、あのまずい話持ってこられた。まずいまずい。じゃあ言うた言うた三浦言うた言うた。そこに結構三浦さんの価値観が投影されていて、うわ、それでやっぱりでこれはアドバイスの部分もあるんですけれども、これからまだ26なので別に特会控えしたって全然いいんですけれども、よくない、俺はもうしたくないな、そういうこと。凄まじいこと言いますね。今26歳ですよ。そんな時にいろんなことにハマったり、女性にハマったり別れたり、当たり前ですから、ほっといてください。30歳になってくると自分が経験したみたいなこと言うんだよな。だからまた作っちゃうみたいな。か。お。お。おお。確かに。味わいは広がる。うん。リーチなんですけど、今気持ちは気持ちガキ。超コーンだね。コーンです。話題になるよね、きっと。つけてなるなるなる。つけてると和みます。その笑顔よ。